どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6、4口購入してきました。よっしゃ。まあ実際予想したのは2口だけど、あともう2口は全く同じ数字を購入しました。これで今日勝負したいと思います。当選したら、2倍か、当選金が。その買い方。これでずっと継続したいと思います。ロト7もこの方法で購入したいと思います。ただ、ロト7はまだかなり難しいから、購入するのはまだもう少し先かなっていうのは思うねんけど、今日、ロト6どうなるか見てたら、やっぱり、3個ぐらいかな。自信があるのが。あとの3個はそんなに自信がない。そして、二口目かな。二口目の方がなんか当選が来そうな感じがする。もし当選するんだったら。一口目は正直、どうやろう。ちょっと微妙な感じ。あんまり自信がない。一口目。二口目の方が可能性あるん違うかなって正直思ってます。まあ分からんけど、ロト6は全然違う数字が来る場合があるから、前回当選したから次は全く違う数字が来る可能性がある。ロト6はそれが多い。近づいたと思ったらまた離れて近づいての繰り返しやから、だから連続当選ができへんねんけど、今回、当選できるか、2回連続の当選がかかってるから、初めて、2回連続当選になるもんな、今日当選できたら。まあ、どうなるやろう、ちょっと、不安の方が大きいかな。期待も少ししとんねんけど、でもやっぱり不安の方が少し大きい。2回連続、1回も当選したことないっていうので、まあ、とりあえず、この4口で今日勝負したいと思います。当選したら当選金が2倍やもんな。それでは、この動画はこれで終わります。また後で動画を撮りたいと思います。次は抽選前の心境について話したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。